今回は反対の性質を持つ数について学習していきましょう。0より5だけ大きい数をプラス5と表せます。この時、0より5小さい数をマイナス5と表せます。プラス5のような正の数につくプラスを正の符号と言います。 マイナス5のような負の数につくマイナスを負の符号と言います。それでは練習をしてみましょう。一時停止ボタンを押して練習問題を解きましょう。解き終わったら再生ボタンを押して丸付けをしましょう。それでは答え合わせをしていきましょう。0より3大きい数はプラス3と表せます。 0より3小さい数はマイナス3と表せます。0より7小さい数はマイナス7と表せます。全部正解できましたか最後に今回の学習のおさらいです。0より5だけ大きい数をプラス5と表せます。この時、 0より5小さい数をマイナス5と表せます。プラス5のような正の数につくプラスを正の符号と言います。マイナス5のような負の数につくマイナスを負の符号と言います。これで今回の学習を終わります。